バックエンド80万の無料説明会です。それ無料説明会やるメリットゼロにしてるんですよ、ロジック的に言うとね。無料説明会っていうのはバックエンドがいくらか分かんないから期待してくるんですよ。それで参加人数増やすっていう戦略です。でその戦略に誠実さを入れたらまあ破綻するんだよね、戦略は。そうだったら最初から無料説明会やらなくていいんです。ダイレクトにバックエンド売ればいいんですよ。本当に誠実さを優先したいんだったら、そんなに正義を語りたいなら最初から堂々と80万買いませんかってやればいいんですよ。でもそれで本当に生計成り立ちます？それで成り立つならどうぞご勝手になるんですよ。で成り立たないんだったら、戦略を組むんです。無料説明会で期待してる人いっぱい集めて、できるだけだよ。人によっては5人かもしれない、30人かもしれない、100人かもしれない。その中で高額だけど価値があるって分かったら買います。特に今回不動産の投資なので、おそらく説明聞くまで分かんないんですよ、ね。バックエンド商品いくらですか？400万。アドバイスはいくらですか？なるほどなるほど、はい、あの30万円のアドバイスを説明する無料セミナーもう破綻してるよね。だったら最初から、30万で僕やってます、ぜひお問い合わせくださいっていうふうに、論理戦略と、無料説明会、あ違う、ごめん、戦略じゃないや、誠実さをそんなに大事にするなら無料説明会をやめるが正解なんちゃう、うん、無料説明会をして、価格をいつ伝えますかっていうのはもう矛盾してるので、うん、無料説明会をやったら数を集めるんです。そしてバックエンド商品は無料説明会の説明後に伝えるんです。それでも欲しいっていう人が買うんです。で僕はこれ戦略が誠実だと思っています、うん、だってそこで価格を言ったら買いたくない人は買わないっていう選択ができるから、うん、買いたい人は買うっていう選択ができるんで、僕は誠実だと思うんですよ、ね。まあ、誠実さが何なのかによるんですけど、チャンスをちゃんとたくさんの人に伝えるっていうのは僕誠実だと思うんですよね。だってその人がその不動産投資やることによってすごく豊かな人生になったりとか、他の投資詐欺に合わない可能性も出てくるわけですよね。だから自分のビジネスがいいビジネスなのか悪いビジネスなのかは誠実かどうかの根本であって、売り方に誠実さも不誠実さもないと僕は思ってます。僕はね、周りは言うよ、あんなのおかしいとか言って、そうなったら投資セミナーなんか全部怪しいんだろ、不誠実に見えるよね。だって利回り僕は 15% ですっつって、買ったお客さんは利回り 15% じゃなくてマイナス 15% になる可能性あるんだろ。絶対得するわけないじゃん。損させるかもしれないのにお金取るんでしょ。ほら、人によってはそんなのもう売った時点で不誠実にも見えるんですよ、そもそもね。そうだから、あんまり誠実さを語るようなビジネスじゃないです、そもそもが。誠実さじゃないの、あなたの選択ですよってはっきり言うことなんですよ。僕は 15% でそのノウハウを教えるけれども、正直言いますねと、みんなが 15% になるとは限らないと思ってます。でも可能性があるんだから僕は伝えないわけにはいかない、だって僕は幸せになったからって。例えば僕がノウハウを教える、あなたはそれをやらない、きっと損すると思いますよ。そういうもんです。僕が提供するのはただの情報でしかない、やるのはあなただからっていうようなことを言うことは誠実だと思うんですけど、売り方に不誠実さも誠実さもないんじゃないかっていうのが僕の考えです。考えてみてください。ビジネス力を学び続ける、磨き続ける、長期的に成長したい人にぴったりなオンラインサロン、それがカモビズです。カモビズで仲間になってビジネス力を高めていきましょう。いいねいいね、いってらっしゃい。Yeah.